予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない愛の装備、それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生が続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝え、でも払いがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、やいやでも甘いな、いやいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。誰かが偉そうに語る恋愛の脳、何一つとしてピンとこない思いっきり、オフィシャルヒゲダンディズニーの曲から始まりましたが、サウンドバックカフェという、ライブバーをやっている、マネージャーやってます一斉です。今日はよろしくお願いします。
バンバンオリジナルをやっていきたいのですが、今日のちょっとこの雰囲気と、皆様の、感情を見てですね、なんかみんなが知ってるような歌をちょっと初めにやってみようかなと思い、何曲かやらせてもらいます。そのために
担当してます、私とうっちゃんでやってる伊勢うちゃという、ユニットがあるんですが、ちょっと最後にそれを3曲ほどやって、皆様にですね、外のお披露目がほとんどないバンドとユニットなので、こういう時たまにしかこうやって外出ないのでちょっと楽しみなんですけど、君の手
私が音楽を始めるきっかけとなったアーティストというバンドがありましてですね、もう今はないバンドですが、ザ・ブルーハーツというバンドがありまして、そちらの、僕がもうこよなく愛してるバンドなんで、そのバンドから1曲やりたいと思います。行きましょう。ザ・ブルーハーツから青空という曲。サウンドバックアップで、今日またライブがあります、いろいろ、出演しますし、今日先ほど出たマシコリナちゃんも出てくれますので、またあちょうど今から日立行くんだわっていう人おられましたですね。そんなやつおるんかいって話ですけど、もしよかったら遊びに来てもらえたいと思います、これからもよろしくお願いします。ではラスト1曲、やらせてもらいます。ロンギングフォー。
大輔とお茶美静香でした。